備前市吉村武市長、地元出身メジャーリーガーのロサンゼルス、応援ツアーにかかる対象参加者の自己負担額を大幅に軽減するための事業費の増額を行う。6月定例備前市議会で、ツアー事業の追加予算として6960万円を盛り込んだ補正予算案が賛成多数で可決された。当初予算では参加者1人当たり60万円の旅費のうち、30万円を助成する事業費6000万円を計上していた。この事業は2024年8月、3泊5日の日程で、市内の中高生200人を対象に地元出身の山本義信投手が所属するドジャースの試合を観戦するツアーを企画しているものである。吉村市長は、市内の1200人強の備前市内の中高生を対象にするのに200人は適切だろうと、話す。市は今後、ツアーの詳細を検討し、6月中にも参加者の募集を始めることにしている。行ける子、行けない子の分断が起きそう。メジャー観戦補助金、これこそ税金の無駄遣いだと思うけど、気持ちはわからなくはないけど、大人たちは自分を傷つけ社会の不平等さを思い知らされるだろう。これが果たして教育の一環と言えるのか、疑問でしかない。税金投入か。使い方が違うような気もするが、子供が1人で3泊5日のツアー費用で60万円もかかるなんて異常だろ。さすがに税金使うから旅行会社が単価上げていることはないよね。非関係なしにプライベートで家族旅行したら家族4人で軽く300万円超えるな。中高生全員行けるなら問題ないけど、行ける人だけ得をして、行けない人は損をする。もっとひどいのは一緒に行く職員、ただでロサンゼルス行ってドジャース見て、その上給料もらって出張手当まで出る。行きたい人は自費でも行く。税金の使い方わかってない。備前市の人はどう思ってるんやろな。備前市民が選んでしまった市長の暴走、決して裕福ではない備前市の財政で税金の無駄遣いにストップがかけれない議員も同様にひどい。